さあ長沼君、はい、水素ロータリーだよ。水素ですか。水素、流行りの、うん、うわ、燃料電池じゃなくて、あのしかも普通のピストンエンジンじゃなくてロータリーエンジ ン水素。やっぱり RX8 はやっぱりそうだったんですね。僕はね30年前大学に行った時にね、まあ、エレクトロニクスだったんだけど、機械工学でね、はい、やってたんで。その時代からもう水素はある、水素エンジンがあったんですね。やってたね。だってカンパチプスプス言いながら走ったの見たもん。でプスプス言ってないですねこれ。全然これは全然言ってない。へー、しかもスポーツカー、すごいな。で今んとこ配管から出てるのはお水だけだけか。確かちょっとノックスが空気吸って燃やしてるから出るますよね。空気中の窒素分のノックスは出るよね。でも非常にクリーンだよねこれは。あの今騒がれてる温暖化ガスの CO2 は全く CO2 ないんだ。ないんですよ多分。ちょろっとノックスが出るだけ で C が多分入っ、多分じゃなくて入ってないんで H だからね、燃料に。もう CO2 はないですよね。そうかそうか、燃料が H で空気中が窒素と酸素 O だから、H と N と O しか出ないのね。ないその組み合わせしか、どこにも C が出てこないっていう。じゃあ A 型のお母さんと B 型のお父さんが H してできた子供が何が出るってことでしょうか。そうですね。ここでまあ C がないっていうことは CO2 出ないね。出ないですね。でもねこれ本当は250馬力あったじゃん。はい。なんかねエンジンちょっと元気ないんで、ね、どれぐらい元気ないですかね気持ち的に、ね、うわーって言ってね。これ今もう結構なんかデミオぐらいかな。もしかしてこれデミオのエンジン乗っかってるってことはないですか、ね、ないんだけど、まあ、スイスだとやっぱり出力パワーがね、はい、6割ぐらいになっちゃうっていうから250馬力の6割っていうと150馬力です、ね、あそれでも150あるんだね。ですね。やっぱり まだ中で乗ってるから感じないのかもしれないですけど、その100、まあ、出力低いにしても、うん、そのまでのフィーリングっていうのはいかがですか。意外とね2000回転でねバッコイしね、あのこれ多分 AT で組み合わせたら下のトルクをもうちょっとコンバーターで出せるでしょ。だからトランスミッションうまくね CVT とか組み合わせて、うん、組み合わせていくと相当使えますよこれは。これはただオンリー燃料が水素だっていうだけでね、はい、これが水素タンク今半分ちょっとですね。ここにあのガソリンってあるんですけれども、これ切り替え、あバイフュエル、うん、だからもし水素で走ってて燃料がなくなった時にこれに切り替えて普通のガソリンスタンド行けば家まで帰れるよってことやね、はい、切ります。はい、でガソリンにでガスガス、じゃあ今ガソリンです、はい、エンジンかけます。はい、うん、いいっすか。ちょっとだから同じエンジンでタイヤも一緒、デフも一緒、ミッションも一緒、燃料だけ変えて、この違い今このスイッチだけを変えたんですよね。そうそう、おー、まあ、ちょっとやっぱ違うかなっていう。やっぱさ、人間いいもの食わなきゃ元気が出ないってのは分かるね。なんか僕の下手さも目立たないですねこれ。目立たないね、トルクが。ちょっとフォローしてくださいよ、少しは。やっぱいいご飯食べると違うんだね。やっぱり食べ物大事なんですね。大事だね。日本人とアメリカ人の体格の違いがこれなんでしょうか。お粥は水素か。でも環境にはだからやっぱりいいんだよな。お粥とかご飯食べてとか。へえ。あ、ここはゼロになるんです、ね、今使ってないから。あ、そう、水素はね。でもこの時にはやっぱりさっきの話の CO2 が出てしまう。今は CO2 が出ちゃってますよね。 CO2 も NOX もいろいろ出てる。出ちゃうから規制が必要。水素にしたら出ないんだから規制もいらないし、法律もいらないと。 NOX だけちょっと見てればいいっていう。でも NOX も非常に少ないでしょ。そうですよね、まあ、パワーが出ない分 NOX も出ないって感じなんですよ。
あ、それは専門的にそういうことなの。あのちょっといろいろ間が入ってるんですけどね。ちょっと間入ってるんですけど、ね、そこ行くと俺長野君に負けちゃうんだな。燃料、まあでも後処理でノックスは研究者ですから、ね、飛ばせますからね。何をおっしゃるんですか。ただの暴走族だ。いやいや、暴走族でそんなしてる人いません。はい、車っていうのはやっぱり走って楽しくて、うん、でなおかつそのクリーンでなきゃいけないということで、まあ、水素エンジンというのは非常にいい技術だろうというふうに思っています。マツダの DNA の法則に従うと、まあ、燃料電池も否定はしないけども水素エンジンという一つの、まあ、ソリューション、これは非常にマツダにとって重要だということですね。そうですね。そしてやっぱりマツダのその特徴でもあるロータリーエンジンをコアにした水素エンジンというところも特徴なんでしょうか。はいはい、そうです。最初に研究着手をされたのは何年後？もう80年代の終わりぐらいですね。はい、それはやはりあの度重なるオイルショックのきっかけだったでしょうか。それもあります。でやはり水素というのはあのかなりまあ歴史が古くて、あの水素を燃やして水しか出ないというのは、うん、もう100年ぐらい前から分かっていることなんです。でそれをなんとかその車にできないかということでやってきて、やっと形になり始めたのが91年ぐらいですかね。水素はどうやって作ってたんですか。あの作ってたというよりも、はい、あの工業用水素ということで出回ってるものをあのいただいてきてたんですよ。あ、最初はですね。水素って工業用に、あの窒素とかアルゴンとかそういうのと同じ扱いだったものを使われて、はい、そうです。でそれでまあしばらくやってきて、でちょうど95年ぐらいですかね、あの公道を走ろうということで、まあ、少し大量に必要になったんですね。そうするとその時はあの鉄鋼会社さんというよりも製鉄会社さんにお願いして、鉄はそうか、高炉から出てくる水素が複製水素が出てくるんですね。まあ、この RX8 を見てね、ロータリーエンジンが積まれてるっていうのは誰も不思議じゃないと思うんだけど、はい、まあ、燃料があの水素っていうところはすごいよね。こうやってパッと見は何も変わらないですね。ちょっと試作的なのがあるぐらいで、それなんかやっぱさすが元自動車メーカーにいただきあって、見るとこちょっと違いますかね。僕はこのストラットバーとかこっちが気になっちゃうんだけど、ね、あ、やっぱり暴走族系の、はい、すいません。あ、こういうとこちょっと違うんじゃない、燃料のなんかあのガス、高圧ガスが通ってる配管ですよね。これはガスなんだ、水素は。先生、ガスの状態で積んでるのね。ガスの状態で圧縮してて積んでて、ここまで来てる。なるほど。